西部ヒきガエルは、両聖光無比目ヒきガエルかアナクサイルス属に分類されるカエル。アメリカ合衆国、カナダ、メキシコ体長6.2から12.8センチメートル。背面の体色は、肺褐色や緑褐色。小中線に沿って白や、炭鉱色の細い筋模様が入り、イボには黒い斑紋が入る。頭部に、骨質の隆起がない。 次戦は卵型で、上まぶたよりもやや大型。オスは、皮膚がより滑らかで、黒色斑が少ない。以下の和名は松井に従う。草原や森林、湿原、砂漠内にある河川や泉の周辺、農耕地など様々な環境に生息する。倒木や岩の下、他の動物の古巣、自分で掘った巣穴の中などで生活する。繁殖様式は乱生。 1>, 1から7月に水たまりなどで繁殖する。ペットとして飼育されることもある。農地開発や水質汚染により生息数が減少している。カエルツボカビ症などによる生息数の減少も報告されている。多くの分布域で生息数の減少が報告されており、特にコロラド州やワイオミング州では1970年代と1990年代に、 大規模な現象が報告されている。2015年現在は分布が広域なことと激減したのが数世代前であることから絶滅の恐れは低いと考えられている。ありがとうございます。